もそプラビットのタセとアレフトとタラです。はい、今回はこんにちは。あ、こんにちは。嘘か本当かわからない丸バツクイズを実施いたします。バズしてる。なんでだ、やろうよ。でだよ。なんつってんだよお前は。でだよ。ということで、嘘か本当かわからない丸バツクイズを出すので、うん、丸もしくはバツ、そしてその理由を答えていただきたい。あ、そう思った理由を答えると。はい、了解しました。よ、じゃあ早速いきます。こっちも流行ってない。え、これ今ねフィリピンでめちゃくちゃ流行ってるの。流行ってる。聞いたことねえよそんな。1番目、電柱はお金を払えば誰でも購入することができる。丸か×か。丸か×かするだけですよ。で、理由答えなきゃいけない。なんでそう思ったか。理由も、そりゃそうです。そんな二択の、そんな。じゃあ俺やっていいですか。×。いや、独特な×。理由は、カブトムシが好きだから。いや、頭おかしなったのよ。やばいな。薬やっとんのお前。俺じゃあカブトムシが好きだから×です。僕は、丸、変えると思います。あ、なんですか。理由は、例えば山奥とかに住んだ時、ほう、山とか買うじゃないですか、はいはいはい、もちろんそこには電柱がないですよ、はいはい、でも買ったから家建てていいんですよ、はい、ってことは電気引かなきゃいけないとか、うん、テレビの電波欲しいとか、うん、まあいろいろあると思うんですけど、うん、その時に電柱があった方がいい時に、うんうん、それって国がじゃあ、あいつ家建てたから建てたろうかな、うん、ってなるわけじゃないと思うんですよ、うん、ボケろよ。そう、あの、一つ言っていいですか。よく俺がこれでラインターズにさ、満金で買ったまあ正解です。ありがとうございます。お、正解なんですか。正解です。買えます。当たり前やん。だからそこら辺にある電柱は買えないよ。はいはい、はい、国のものだから、うん、けどその新しく建てたりとかはできるっていう。あ、ボケたくないよ俺。俺ふざけて YouTube やってないから。いや、それはそうよ。舐めてほしくない。いや、それはわかる。一回もだって俺ふざけてやったことない。過去の概要欄に貼ってありますそちらの方を見てもらえたら。続けて。わかりますじゃあ次2問目。はい、日本の苗字には砂糖、塩、酢、醤油、味噌、まあこの5個あるって言われてます。はいはいはい、差し出せそうなんて言いますね、はいはいはい、これが全員存在する。丸か×か。これはね、バツです。声こもってんの下に飛んで。これ理由は、あのギラパオクワガタです。え、知らんの。こいつ YouTube やめた方がいい。やめさせようよ。で、バツなのね。バツです。僕は丸だと思います。なぜかというと、結局それを作った人の名前がつくことが多いんですよ。あ、なるほど。例えば発明した人の名前がそれついたりとか、うん、場所の名前がその見つけた人の名前になったりとかありますよね、うん、そんな感じで、まあ、砂糖を作った人とか、うん、味噌作った人の名前がそれになってる気がするんですよね、うん、一回止めて。ボケろよ。ダメよそれ。ボケてちゃんと。でもそれがだって僕が思ってることは嘘言いたくないから。使命なんだから。正解です。ありがとうございます。います。いるけど正解なんかしょ。全員が差し出せそう。はいはい、差し出せそう、はい、いるみたいです。ありがとうございます。ちゃんと絶対理由、僕多分理由もそうだと思います。はい、合ってます。これで酒とかもね、いそうですけど、はい、余裕です。続いて3問目。はい、インスタントラーメンを最も食べている国はここ日本。丸か×か。これはめちゃくちゃ簡単です、うん、はい、あのやっぱ日本は水が世界に比べてもめちゃくちゃ綺麗なんですよ、はいはいはい、だからやっぱり世界と比べてインスタントラーメンは絶対大好きと。でしかもやっぱ日常でもやっぱすごい、なんていうんですかね、エンドルドル高というか、やっぱ日本にはそういう文化があるんで、めんどくさがり屋さんが多いんで、うん、あれでもね、いつもの2人じゃない。いいんですかそれで答え。はい、かわいそうだろ、真剣に答えてるやつに。いいんですか。じゃあ、はい、わかりました。じゃあ正解は丸か×かで言うと丸です。わかりました。ちゃんと後遺症は残ってた。僕は、はい、もうね、バッタ食べる。あら、すごいな。なんでなんそれ。あの、バツ理由は、はい、殿様バッタ。チャンネル登録者4000のチャンネル。4000のチャンネルですよ、俺。いや、たまにはこういうことやりたいんよ。殿様バッタだから、はい、バツ。僕はアメリカだと思います。あ、一番食べてんの。はい、なんそれは逆になんですか。いや、なんかね、あんな太り方おかしい。やっぱあの体のサイズってね、やっぱ変なもん食ってるわ。ああいうやっぱヤバいもん食いまくってる。体に良くないもの食べてる。そう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 。正解はバツです。おっとと。そう、正解です。最も食べているのは中国。ああ、人口多いからそもそも。あ、それはある。頭数が話にならん。あー、そっかそっかそっか。続いて4問目。乾電池は使い切るとほんのちょっとだけ軽くなる。丸かバツか。まあ、要は中に入っているその電池の元が減ったらやっぱそれ軽くなるのかみたいな話ですよ。でも、はい、人に悩みを話すとちょっと軽くなりますよね。はい、っていうことですか。多分違います。オナオナ。何言ってんのお前ら。だからその理論でいくと丸。
ちこれはお魚お魚怖いなちょっと早めに切り上げます、正解は×です。軽くならない、ならない。まあでもその理論でいうと携帯とかもじゃあ軽くなるのかって話だもんね。まあね、充電が減ったらみたいな、うん、でもやっぱ一人悩みを話すとちょっと軽くなる、まあ、それはあるかもね、か問題関係なくね、なんかあったら言えよ。とことん頑張った続いてラストの問題でございます。小便小僧はあるが小便大人もある、あるかも。小便小僧知ってますか。はい、まあ象なのかな、あれがあるけど小便する大人の象もあるのかないのかって話。これね、はい、リアルな話をすると、はい、小便小僧っていうのはあれなんで小便してるかっていうと、はい、昔その爆弾の火を消そうとしたんですよね。あ、そういう背景がある。そうそうそう、それを銅像だ、英雄なんですよ。少年がおしっこをして、うん、その銅線を消したからで助かったっていうお話からあれを銅像にしてるんですよ。ってことは小便小僧っていうヒーローはその少年だけなんですよ。あ、じゃあ大人はいないと。大人はいないんじゃないかな。だってそんなん言ったら、うん、おしっこしてる大人でしょ。ファッション、いやいや、わいせつ大人や。確かに確かに。小便小僧と小便大人じゃない、わいせつ大人。わいせつ大人。そう、大便青年ならいますよここに。あの、俺高校の時になんかちょっと火事みたいなのが起きたんですよ、うん、そこでうんこで消しました。本当っすか。うん自分が、はい大嘘つきいる結局どっちなんですか。本当です。違う、お前が、問題だよ。お前がじゃねえよ。お前が正面、お前がうんこ大人にしたからあれだけど、正面小僧か正面大人の問題ですから。あ、正面大人います。うんこ出てきてないんですよ。います、いる、はい、正解は正面大人存在します。丸。日本にはもちろんなくて、うん、チェコ共和国にある。はい、チェコチェコ共和国にあるみたいです。それパロディーやろ。だから小便小僧パロったろかな。小便大人、うん、の像があるらしいです。なんか嫌なんだけど。なんでですか。だってさ、チンコのサイズ感はどうなの。けどダビデ像とかチンコ丸見えですから全然。リアルだよ、多分。しかも、うん、なんでさ、日本とかでは駅前でさ、チンコ出したりとか、女の子にさ、帰り道に見せつけたりするの捕まるのに、銅像は剥き出しでいいの。いや、ずるいよね。じゃ見せたいの。い見せたいよ、見せるよ。いや、もう、可能な限り見せたいよ。チンチン。あっちも見たいだろうし。見たくないでしょ。これこれさんが全く同じこと言ってた。え、生放送で。相談で、その中学校か高校の子が、インスタに自分のそのお風呂入ってた時のチンコ見えてる写真あげられました、友達に。って相談をしたの。いや、それ犯罪だねって。でも、お前さ、好きな子いるとか言って。はい。クラスにいるはい。その子が自分のチンコ見たと思ったら、ちょっと興奮しないって。お前のチンコも有名なんだぜ。嬉しくねえかって言ってた。あ、なるほど。しますか、興奮。そういう時。全然しない。僕は入れなきゃなんで。ゼロか100で。ゼロか100で。見られるぐらいなら、そうですよ。なんなら僕はそのエッチな気持ちがあって挿入してるわけじゃないですからね。え、その、見られたくないよって言って、あ、隠れてる。あ、そう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 。恥ずかしがり屋さんだ。そうそうそう。だから隠れる場所常に探してんのよ。シャイボーイなんだ。そうそうそう。だからちょっと、だから俺エッチさせてとかじゃん。隠れさせてって。ごめん。よくあるやん。追われてるんです。ちょっと、かくまってください。はいはい。女の子寛大だね。そうです、優しいの。それでいつもちゃうんです。はい、俺何の話だったっけ。で、これが丸です。ということで、以上が嘘か本当かわからない丸バツクイズでございました。え、まだまだちなみにあるんですけど、はい、続きやりたいですか。いや、特にはやりたいって言う。お任せします。いや、特にはちょっともっとちゃんとしてください。いや、めちゃくちゃちゃんと答えた。ちゃんとはしてます。いや、お前なんなん。ちゃんと答えたら怒るし、じゃあふざけたらめっちゃ怒るし。は、じゃあそれがお笑いや。いや、やってらんない。今度一人でこれやってください。自分で出題して。やだよ、丸か×か。地獄か。I will dance my life my past my history 泣き出した正直もの何でもいいので、あなたが思う朝食を作ってください。はい。味見していきます。うざいな、味見の仕方が。誰も見たことがない料理番組が始まる。手じゃあかんの。いや、手だと汚れるんですよ。汚れちゃあかんのか。汚ねえからバタなし。料理が好きなやつ対料理をしたことがないやつ。究極のバトルが今始まる。
新番組ノンラビキッチン、今週日曜20時よりスタート。チャンネル登録は概要欄から。いや多分もう春が多分俺に勝つビジョンがもう見えなくなっちゃう。今後もない。いや本当申し訳なくて、なんか気まずくなんないかな、関係悪くなんない。なるか、こんなんだよ。